ラジェンドラ殿下、本当に侵攻を開始してしまってよかったのでしょうか。何を言う、ルシタニアによってパルスが混乱している今こそがまさに絶好の機会であろう。混乱というなら我が国とてそうでありましょう。国王カリカーラ様が病に倒れ昏睡状態の今、殿下がシンドラを留守にされては。ラーデービーか、やつのことなら気にする必要はない。何が第一王子だ、たかが一月ほど早く生まれただけだろ。才能も器量もどう考えても俺の方が王としてふさわしい。殿下、滅多のことを言うものだ。ガーデービーもそう無能というわけではないが、俺と同時代に生まれたことが奴の不幸だな。さあ、パルスの王太子の首を手土産に王都へ凱旋と行こうか。この作戦の成否はお前たちの働きにかかっている。頼んだぞ。はい、お任せを。この程度の任務、私一人で十分なんだけどね。ナルサスの頼みじゃしょうがないかな。お前こそ引っ込んでろ、出しゃばり女。うるさいわね。私はナルサスと話してるんだから。いい？私の足を引っ張らないでよ。それはこっちのセリフだ。まあ、二人で手分けしてやってくれ。どうしてこんな奴と。ナルサス様の指示通り罠を仕掛けながら進もう。身が壊されぬようしっかりと守らなくてはな。シンドラゴンは3つの塊を全て犯している。そうナルサス様はおっしゃっていた。私とアルフリードが指示通り動ければシンドラゴンに負けはしない。アルフリードがガーデービー軍を装って現れる手はずだ。シンドラは現在二人の王子による世継ぎ争いの真っ只中。意識せず兵たちの心に不安はある。そこへもう一人の王子が攻めてきたとなれば敵は混乱し簡単に打ち崩せる。これがナルサス様の言う三つの断りの一つ、人の輪だ。敵に回すということはシンドラそのものに反逆するということに。言っておられた。シンドラ軍にとってアルスは異国、それなりに下調べはしてきたようだが細かい地形まで把握できていない。
三つの断りの一つ、地の理はこちらにある。エラム、年上の私が守ってあげようか。俺と会ったのが運の月だ。これをどうぞ。荷に紛れておりました。よし、敵は混乱している。今のうちにこの辺りの部隊を撃破しよう。ガーデービー王子が攻めてくるなんて。うん、敵兵はすっかり騙されたぞ。ひとまず私の役目は果たせたな。報告、味方の技法によりラジェンドラ軍に動揺が広がっている模様。そうか、エラムとアルフリードがうまくやってくれたようだ。さあ今度は我々の番だ。ラジェンドラ王子を捕らえに行くとしようか。ガーデービーの次はパルス軍が動いただと。早く道を塞げ。道を塞いだ。パルス軍の力を知らない。あの程度皆で力を合わせれば突破できる。ナルサス、お主の地位を頼みにしているぞ。来てさえいれば切除の機会もあろう。さてこの間だ。ナルサス、相変わらずいい腕だな。やはりお主は芸術より戦いの方が向いている。優しい。撤退しろ。今さら撤退しても遅い。味方が突破される前に奴を追い詰めるぞ。本来であればもっと手強くない。天の時すら犯すシンドラ軍の正体。常夏の南国で育ったシンドラ軍、真冬の山中で果たしてどこまで戦えるか。さらばだ。ナルサス、相変わらずいい腕だ。やはりお主は芸術より戦いの方が向いている。捕虜となっていただこう。ラジェンドラ王子。くそ、パルスなどに捕まってたまるか。ご覧いただこう、これぞ芸術。芸術を理解せん奴らも。ご覧いただこう、これぞ芸術。
芸術を理解せん奴らも。クイル、俺を本気にさせたことをな。私も精一杯力を尽くします。ご覧いただこう、これぞ芸術。次に会ったら生かしてはおかんぞ。まったく逃げ足の速い王子だ。しかしそちらにはエラムとアルフリードがいる。逃げ場はないぞ。来たね、シンドラの王子。私が捕まえてあげるよ。に負けるものか。これでも食らいな。死ぬよ、シンドラの色男。いやー、参った参った。見事にしてやられたわ。で、俺をどうするつもりだ？ラジェンドラ殿、私はパルスの王太子アルスラーンと申す者。いささか乱暴でしたが、お話ししたいことがあってこのようにご招待いたしました。驚いたな。パルスでは縄で縛って引っ立てることを招待というのか。これは大変失礼しました。辺境の地ゆえ大したおもてなしもできませんが。いやいや、この酒はなかなかいけるぞ。シンドゥラにはない味わいだ。ところで話とは？私はあなたと同盟を結びたいのです。ほう、聞こうか。まず我々はあなたがシンドラの王位につけるようお手伝いして差し上げましょう。その代わりお主の戦にも力を貸せと。面白いことを言う。国が混乱しているというのにお主に何ができるというのだ？ですがラジェンドラ殿、こう言ってはなんですが、今の御身のお立場をよく考えていただきたい。脅迫のつもりか。俺の身に何かあってみろ、俺の兵たちは決して貴様らを許しはしないぞ。そんな野蛮なことはいたしません。ええ、というかすでにシンドラ国内には通達してしまいました。何？ラジェンドラ王子はパルス国のアルスラン王太子との間に遊戯と正義に基づく盟約を結んだと。何だと？さらに王子はシンドラ国に平和をもたらすため国都ウライユールへ進撃を開始したと。貴様ら、俺を反逆者に仕立て上げようというのか。もとよりいずれ第一王子ガーデービー殿とは私有を決するおつもりだったのでしょう。それが少し早まっただけのことですよ。
やってくれたな、パルスの王太子よ。協力していただけますか。いいだろう。このラジェンドラがお主に力を貸してやる。